もしかして買い物？はい、本を買いに。お二人も買い物ですか？ああ、今日の夕飯をカレーにすべく材料を買い出しに来たんだ。もしやお二人で作るんですか？うん、この間ホームパーティーしたでしょ。その時にうちのカレーの作り方も教えてもらったの。そして今日はその実践編というわけだ。そうだ、よければトウヤも食べていくか。俺たち特製天魔家のカレーを。いいんですか？しかし急にお邪魔するのはご迷惑では。何を言う、俺たちの仲ではないか。うちの両親もトウヤなら喜んでくれると思うぞ。うんうん、トウヤくんちのお母さんたちもきっとオッケーしてくれると思うよ。ありがとうございます。では母に聞いてみます。